長谷川優也さん、工藤公康さん、男やねあんたら。はい、峠です。はい、皆さん、福岡ソフトバンクホークスなんですけどね、埼玉西武ライオンさんになんと8対4で勝利いたしました。いや、よく勝ちましたね、今日。よく勝ったよ。途中まで完全にセーブペースだったんでね、もうずっと辛い思いだったんですけれど、まさかここまで4点差もつけて勝てるとは思いませんでしたね。まあ最初から振り返っていきますか。初回、まず初回よ。今宮さんとギータの連打で、ツアーとランナー1、3塁っていうチャンス作って、でね、マッチがね、まあ、いきなり宇宙間破る2点タイムリーで、ね、ホークス先制しました。もうその時の僕はね、ウッキウキでしたよ。やったー、最高のスリーダッシュ映画、これホークスいけるかもしんねえなと思ってたんですよね。で、そしたら3回裏、和田さんが捕まっちゃってね、一気に3失点して、一気に逆転されてね、もう上がってったテンションがうーんと落ちましたね。しかしですよ、やっぱ野球ってね、最後まで何があるか分かりませんね。まあ、まずは7回の表、グラシアルがね、また打ちましたよ。神がグラシアルがね、もうまずソロホームランで1点を返し、これで3対4。そして8回、ランナー1、3塁の場面で2アウトでバッター内川さんだったんですよね。ちょっとここでまさかの工藤さんがね、内川さんに長谷川さん代打出したんですよ。それでその代打で出た長谷川さんがタイムリー打ったんですよ。同点っすよ。やばくないですかこれ。よく内川さんに代打出しましたよね、監督さんね。ほんのつい2日前ね、楽天戦内川さん大活躍してたのにね、その内川さんを変えて長谷川さんを出す勇気を、それに応える長谷川さんよ、すごすぎ。野球やってた方ならわかると思うんですけど、代打でヒット打つのってかなり難しいじゃないですか。それはね、まさかこのプロ野球という舞台で、シーズンファイナルという舞台で結果残すんですから、長谷川さんすごい。そんなね、長谷川さん出した工藤さんもすごかった。今日は本当短期決戦になると恐ろしいぐらい采配がズバズバ当たりますよね。本当すごかった。それで最終回はね、まあ、今宮さんとかマッチとかね、またダメ押しタイムリー入れて、まあ、結果8対4で最後は森さんがね、三者凡退できっちり締めてホークス勝利でございます。でかいね。相手先発がニールさんだったのにね、この初戦勝利はマジでかいです。これで西武とホークス5部に並びました。明日の先発がね、こっちが武田さん、西武さんが今井さんということで、正直どうなるかいまいち僕も展開が読めませんが、この初日のね、勝利のいい波に乗ってホークス一気に連勝してくれることを祈って、皆さんこれからも応援頑張りましょう。本日もね、たくさんの方に観戦ライブに来ていただけて嬉しかったです。ありがとうございました。本日はね、イキコニーさんと佐藤圭さん、スカちゃん誠にありがとうございました。また明日もね、夜6時から観戦ライブやりたいと思いますので、よかったら皆さんぜひ遊びに来てください。それではまた明日お会いしましょう。ホークス、最後。